こんにちは。最近朝晩も涼しく秋らしくなってきましたね。一気に季節が巡り、私は洋服選びに困ってしまっています。寒暖差に対応しやすい服装で季節の変わり目を元気に過ごしていきましょう。それでは瞬間文教タイム、今週のラインナップです。まずはこちらの話題からです。文京区と相互協定を結ぶバスケットボールチーム、トヨタアルバルク東京株式会社は、バスケットボールを中心としたスポーツ振興をはじめ、広い分野でさまざまな連携を図っています。9月18日には林邦彦社長と、今シーズンからチームのキャプテンを務める安藤誠也選手による表敬訪問がありました。新キャプテン、はい、新キャプテンになりました、安藤誠也です。よろしくお願いします。来庁されたお二人は、成沢区長に対してコロナ禍を乗り越え、10月から始まるプロバスケットボールリーグ B リーグの新シーズンの活躍を誓いました。コロナ禍で大変なシーズンになると思うんですけど、やっぱりヘッドコーチとも今何回も話してるんですけど、やっぱり目指すところは本当にもう優勝しかないってことを、常々話し合っていて、絶対に、今年も日本で優勝するっていう気持ちで、どんな状況になっても戦い続けていきたいなっていう気持ちで今います。歓談の最後にはお二人から区長にチームの特製ユニフォームが贈られ、区長からもエールが贈られました。どうもありがとうございました。現段階では入場制限が今かかってしまっている状況なんですけど、その中でも本当に来てくれるファンの皆さんにいいプレーっていうのを見てもらいたいですし、また画面の向こうで今まで以上にたくさんの人が応援してくれると思うので、そういう人たちにもしっかりこう勇気を与えれるようなプレーを見せていきたいなと思っています。新キャプテン安藤選手とチームアルバルク東京のこれからの活躍に期待したいですね。それでは続いての話題です。9月20日、第一中学校において秋の避難所総合訓練が行われました。今年度、新型コロナウイルス感染症の拡大により見送られてきた季節ごとの避難所総合訓練でしたが、感染症拡大防止策を取りつつ秋の訓練が開催されました。今回の訓練では感染症拡大防止の観点により、一般からの参加は行わず、ソーシャルディスタンスの確保など十分な対策の上、避難所運営者のみでの実施となりました。訓練開始に先立ち、新型コロナウイルス感染症対策にのっとった避難所運営ガイドラインの説明が区の防災課から行われました。最初に避難所開設キットで開きましたら、このように初めにやること、その後、避難所開設キットを使った開設訓練が行われました。今回の訓練には文京区専門委員であり、順天堂大学大学院教授の堀聡先生の視察もあり、避難所開設や運営に関するご指導もありました。避難所開設・運営訓練の後には、感染症拡大防止に配慮した避難者のためのパーティション設置の説明も行われました。
今回の趣旨は、新型コロナウイルスの感染症対策を踏まえまして、避難所における感染症対策でどういったものが必要かというところを中心に行いました。そうですね、皆様実際に避難所を開設する際に使用する避難所開設キットを触っていただくことで、こういうものが必要だねですとか、そういった意見を様々いただいたので、今後の避難所対策に生かしていきたいと思っております。そうですね、今まで通り大人数での訓練というのは正直難しい状況ではあるんですけれども、町会単位で会長さんから少し訓練をやってもらえないかですとかっていうことはお声掛けはいただいてまして、今も10人20人ぐらいの訓練はやらせていただいてますので、今後もそういった形でいろんな町会の皆様とやっていければと思っております。災害はいつ起こるとも知れません。このようなコロナ禍の状況にあっても、できる限りの備えはしていきましょう。それでは続いての話題です。9月25日文京区民センターにおいて、脳と体の健康習慣改善に取り組む認知症ともにフォローアッププログラムが始まりました。このプログラムは認知症の有無にかかわらず、自分自身の脳と体をマネジメントすることの大切さを学ぶ取り組みとして、全3回の予定で行われます。プログラムの最初には、脳の健康度測定と体力測定が行われました。続いて、東京都健康長寿医療センターの医師、岩田先生による講話がありました。ウォーキングなどするっていうのはいいと言われてます。もちろん毎日やってもいいと思いますけど、2回以上やるだけで結構効いてくると言われてます。プログラムの最後には2つのことを同時に行う、左右で違う動きをするといった普段慣れない動きで脳に適度な刺激を与え活性化を図るシナプソロジーの指導もありました。プログラムはあと2回行われます。参加されている皆さんには、認知症の予防などについてさらに学んでいただきたいと思います。最後に区からのお知らせです。10月11日から10月20日は全国地域安全運動の期間となっています。それに伴い、文京区内4警察署各防犯協会による広報啓発用の映像が制作されましたので、ご紹介します。文京区の皆さん、こんにちは。松村栗弘です。皆さんは地域安全活動ってご存知ですか？地域安全活動というのは、安全で安心な暮らしを実現するため、地域に生活する人々が行う様々な防犯活動のことなのです。いろいろなボランティア活動の他にも、誰でもすぐに始められる防犯活動があるんですよ。様々な媒体で地域の犯罪発生、検挙情報、地域の防犯に関する情報を配信されています。皆さん、いろいろな媒体を活用し、防犯への備えとして役立ててください。あなたの町の防犯情報を知ることが、誰でもできる防犯活動の第一歩ですよ。詳しくは警視庁のホームページ、文京区のホームページでご確認ください。全国地域安全運動のスローガンは、守ろうよ、私の好きな町だからです。区民の皆さんも、この機会に身近な防犯対策について考えてみてください。瞬間文京タイム、それではまた。